スロットウェイスト。ええ、キリ、これは、お友達じゃないか。久しぶりだな。そうだぞ、とっても久しぶりだぞ。そういや、シワシワさんも元気にしてるの？多分元気にしてる。そのうち生存確認してくるよ。そうだな、夏休みの宿題が終わったら行ってあげよう。8月31日まで行かないということか。ところでこれは今何やってるの？ああ、なんだかよくわかんないけど、 T ポーズの唐辛子から落ちてくる鉄の玉を集めてるんだ。これ、葵ちゃんからうがきりでやっていいよって渡されたゲームなんだけど。ってことは簡単なゲームだ。そうだね、私たちショーゴロリでも遊べる簡単なゲームってことで渡されたんだと思う。割と集めたんだけど、そろそろ何か進展しないかな。鉄の玉が溜まってきてる。玉入れが進むにつれて、入れ物の目がだんだん開いてきてるんだ。お、完了したっぽい。これ、ゾウさんだ。ほんとだ、正面から見たら分かんなかったな。これに C をつけるとジョーラになるんだよね。 C っていうか、まあ、持ち手があれば。このゾウさんに、蓋をして。イヤホンつけて。イヤホンじゃなくって挟んで移動させてるんだよ。アームか何かかな。牛さん、タバー。うーむ、横に移動させられるということはこうか。あちち。いや、もうあちちなんてレベルじゃないんだけどね。ああ、ひどいことしてるのは分かってるんだけど、これはゲームなんだ。仕方ないんだ、こうしないと進めないから。焼肉するしかないんだ。ごめんね、ハラミちゃん、美味しくなるよ。しかし、熱で溶解した金属なんて高温でしょ。そんな激熱ソースがかかってるというのに。ハラミちゃん、小さくなるだけで済んでるのが謎だな。はい、全部焼きました。食べる。思ってた焼肉と違いました。姿焼きだよね。どうなるの？わ。そんな？なんだか謎すぎるんだけど、続きが気になる不思議のゲームだな。飛んでいったハラミちゃんはどうしますか？バルブが回せます。くるくる。なんか出てきた。このデコボコは、生姜か？いやいや、ハラミちゃんを集めて作ったんだから。生姜なわけないじゃん。今日にいただきました。おとまち夏のジョン祭り、全部で10ジョン集めよう。いや、どこぞのパン祭りじゃないんだから、集めてもお皿あげられません。次の工程に移るようだ。しばらく見守ってみよう。結局、これは何なんだろう。ハラミちゃんの骨の集合体っぽくない？ってことは、これを煮込んで、美味しいスープを作るのかな？いや、すりおろしてますけど。じゃあ本当に生姜だったんだ。さっさとすりおろしちゃうね。倍速です。はい、何者かが粉になりました。ニッコップンだ。この粉は何に使う？ん？何か入ってきた。鳥だ。きったねえ鳥だな。あ、粉全部食べちゃったよ。捉えろ、今度は焼き鳥だ。勝手に工場に侵入して製品を食べちゃったお前が悪いんだからな。えいっ。うわ、やめろ、離せ。まるで前世が人だったかのようにもがく鳥だな。私が鳥に生まれ変わったとしたら、人里離れてひっそりと暮らそう。こんな目に遭いたくないよ。動かなくなっちゃった。調理するのかと思いきや処されてしまった。これをどうするんだろう。頭はどこに行った？血も出てないようだ。まあ、鶏も食べるときはこうするんでしょ？まあ、そうなんだけど。頭がなくなっちゃったね。新しい顔よ。ナイス。って、それ、さ
さっきの象の。はい、象のジョーラです。いやいや、そんなので鳥の頭が務まるわけない。と、言いつつ、このままスーッと降りてきたら、もうこれが鳥の頭になるんだよね。悪くないね。って言ってそう。その頭で何鳥らしい動きしてんの？なんだ、元気じゃん。あ、元気じゃん。言い直す必要はなかったはずだが。何か落とした。そしてまた新たな作業が展開されるんだ。ひとつらずんだ餅。地面っていいな。うわ、なんか伸びた。ずんだの収穫イベントでした。真下に刃を下ろすだけの簡単な作業です。カット。カット。カット。倒木ったら、全然収穫が下手っぴなんだから。次は、一体何が出てくるんだ？CPU クーラーか。下に何か出っ張りのようなものが出てきた。全然わからん。なるほど。ここまで来れば何をしてるかわかったよ。ずんだをプレスしてずんだエキスを抽出してるんだね。一粒から一滴しか取れない貴重なエキス。これをどんどん集めて下のお皿にいっぱいにしました。これは贅沢だぞ。しかし、やはりこれを、何のために作ってるのかがわかんないんだよな。こいつが飲むんじゃない？濃いずんだエキスを。自給自足するだけか。どんな味かな？え？口の中に何かいるぞ。こいつが本体か？このずんだを操縦してたのか？いや、生まれたばかりの子犬なんだけど。もう意味がわからない。意味がわからない。ずんだから生まれたから、ずんだ犬だね。ずんだからはずんだが生まれてくりゃいいんだよ。犬が生まれちゃおかしいんだよ。ちょっとずんだ犬さん、急いでくださいな。ずんだ犬さんのお散歩シーンをじっくり見たい方、ごめんね。6倍速にしております。さあ、ずんだ犬さん。目の前には取れたて新鮮なずんだエキスが。遠慮しなくていい。全部飲んじゃいなよ。お、いい飲みっぷりだ。おい、ずんだ犬さん、お残ししちゃダメでしょうが。ああ、やっぱり、まずかったのかな。そうして、ずんだ犬さんは、どこへ向かうのか。ここで休むの？もうずんだの中には戻らないんだ。あ、何か出てきた。カエルのような生命体が入ってるのが確認できる。人面ずんだ餅から生まれたずんだ犬さんが、ずんだエキスを飲んで生まれたシャボン玉にカエルが入ってる。ちょっと何言ってんのかわかんない。キャッチ。こんな小さなの捕まえられるのか。今度はどこに連れて行くの？ぽい。ん？お、なんだこれ、人面のカエルじゃないか。